東京都議会は24日、特集会グループから5000万円を受け取っていた猪瀬直樹知事の辞職に全会一致で同意し、猪瀬都政はわずか1年で終わりました。知事退職の同意についてを議題といたします。本件は知事の本日付の退職に同意することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。猪瀬氏は石原慎太郎前知事の辞職に伴う去年12月の知事選で国内選挙の個人得票として最多のおよそ433万票を獲得して初当選しました。そして就任直後から2020年東京五輪の招致活動に力を入れ、海外で積極的に東京の魅力をアピールするなどして招致成功に貢献しました。しかし11月に発覚した5000万円問題について説明が二転三転し、反発した議会側が強力な調査権限を持つ百条委員会の設置を決めた上、中央政界からも辞職を求める声が高まり、12月19日に辞意を表明しました。